なんか慣れんな、このポーズな。一応こう並ぶとあやさんの方が高いんやね。取り回ろ。ハヤト並ぶとさ、なんかどっこいどっこいけどね。あとあや、猫背。マジでその整体行ったら1、2センチ伸びるね。整体だってここら辺にあるね。ガチでマジでさ、友達に誰か整体行っとる子おる？補説で行った子おる。それ整体じゃなくて接骨院じゃない？あ、そうや、接骨院。あれです。かのです。今日は、はい、今日はお兄ちゃんがいません。なんでいないかというと、喉が痛いと言って参加を見合わせております。今日あなたたちにやってもらいたいのは、パパがまたコンビニの福袋を入手してきました。ここで問題です。今回はどこのでしょうか。ミニストップ。なるほど、ミニストップ。セブンイレブン。セブンイレブン。最近やったのはセブンイレブンです。ファミマ。ファミマ。この間買ってきてもらった直近のツナマヨのおにぎりはどこのでした？ローソン。また買ってきたのが、はい、ローソンの福袋になります。じゃあローソンね。はい、見えません私が。そうね、めっちゃ弱いな。どうする、お腹こっち。はい、ということでこちらを開封していきたいと思います。この福袋、今中身あやさんたちにちらっと見せますね。これわ、いくらの福袋だと思いますか。福袋マスターのあやさんならお値段わかりますよね。いくらですか。500円の福袋です。数々福袋開けてきましたが、あやさんの中で一番印象的だった福袋の中身は。クッキー。あ、クッキー。あー、なんか高級さクッキー入っとったね、前ね。あやさんはティッシュ。ティッシュ、確かにね。トイレットペーパーとかティッシュとか入ってました。じゃあ間に入れてそれぞれ出せてもらいましょうかね。じゃああやちゃんからいいですよ。シミチョコモンチョコ味。はい、これはハヤもカノも好きなやつですね。何これ。さあ、カホさん取ったら最後名前呼んでくださいね。カリントウ。はい、カリントウ。カリントウか、びっくりした。シュガーラスク。なんでそんな難しいのバカだね。投げは塩。はい、投げは塩味。まだある？いや、な、まだあるね、これ。エビプリ。やみつさばべき。え、惜しい惜しい惜しい。続け字で書いてあるんで読みづらいやな。やみつき、カタカナですよ。ばへべべかべきゆ。スコーンやみつきバーベキュー味。最後です。最後どうする。あやさん、カノさん読んでもらう。いい、読めそう。読めへん。はい、じゃあお姉ちゃん最後。トルティアチップス、キリタコス味です。え、以上ですか。はい、なしですね。全部で合計何個。合計何個。何個、いくつ。はい、数えて、かんちゃん。1,2,3,4,5,6,7、はい、7袋入って500円の福袋になります。あの商品の内容を別として、だいたい1袋、あやさんいくらぐらいか覚えてます？100円。はい、100円の商品なので、まあ、200円ぐらい得してるかなって感じです。これで500円です。あなたたちは買いますか。買わない。カモさんは買わない。買わないか。ね、理由をあやさん一回お聞きしていいですか。食べれるものは少ない、確かに500円あったらもっと有意義な使い方ができるかもしれません。聞きましょう。あなたたちが一番これ欲しいなと思うの、一つずつ取って見せてください。せーの。そっちない。あ、そうない。私あやさんこと、え、それなのと思ったんだけど。もういや、カノのはそれなのね。カノはチョコレートを選ぶかと思って、はあやさんはこっちを選ぶかと思って、ね、1つだけって言ったよ。まあね、これね、まあちっちゃいね。
量か、質よりか量やね。後でお兄ちゃんにも分けてほしいですね。じゃあこれもらう。はい、これはいい。ね、ダメよ、3個。ママ2個。じゃあ俺2に。3個ね、2に。2に3個あげるの？うん。で、あやさんはそれとそれをゲットする。私はこれとこれ。え、ちなみにカノさん、これ食べれるの？わからない。食べれんっぽくない、カノさん？何それ？これ、かりんとうで、外が甘いやつだけど、チョコレートじゃない。色はね、なんか食べられんの？こっち、カッパエビセみたいな感じ、味は。でも、この子エビあまり好きじゃないから。え、でもさ、カッパエビセのさ、さ、丸いやつのは食べられる。あ、そうね、なんか保育園で出てるからね。すごい、一回どんどんなんか早く渡すのが凶悪なんだって言ってるけど。じゃあ、あやさんは何を取るんですか？シミチョコーン、チョコ味とシュガーラスクです。はい、カノさんは投げ橋とエビツポリ流しゃエビプリね、はい、の2つを取るそうです。で、ハヤはやみつきバーベキュー味、辛そう、チリタコス味、辛そうじゃない、かりんとう、喉が痛いと言っている弟に刺激的なものを全部渡すという。あなたが買うなら福袋にこんなものが入ってたら嬉しいなっていうもの。クッキー。クッキー。カノさんは？チョコクッキー。チョコクッキー。はい。ということで、コンビニの経営者の皆様、子供たちクッキーが好きだそうです。次回福袋作られる際よろしくお願いします。また変わった福袋があったら開封してみたいです。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。さあ、じゃあお兄ちゃんのところに持っていきましょう。袋で入れて持ってってね。はい、いいですよ、目開けて。おー、お菓子だ。一瞬期待してた自分がいた。なんか面白い。期待した。あのね、7個入っとって、そう、座ってよ。うん、4つ。7個入っとって、うん、まあ兄ちゃんに3つあげるよって、私たち2つずつでいいからって言って。うん、いらないものだったよ、きっとこの3つが。あと4つは自主回収です。そうです。いや、スタッフが美味しくいただきますみたいに言うなよ。ごめんなさいね。あ、まあもらうけどさ、うれしい。チョコあげたんですからいいですよ。あの、でもさ、凶悪じゃない？喉痛いって言ってる子にさ、全部固形物よ。固形物っていうか、全部固形物やろうけどさ、味が濃いもんだ。はい、ママ、まあ、持ってくる。とりあえずお菓子が増えた早でした。